第6章、僕たちの選ぶ未来。おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も普通な僕と普通じゃない僕の友達、実況プレイ始めていきたいと思います。あれなんかタイトル的に最終回では違うか。いや違うと信じたいな。こうもうちょっとね、この世界に浸っていたい感じがあったんですけど、タイトル的に最終回な気がしてならないんですけど、まあ早速始めていきましょうか。楽しみだな。テストを返すぞ。赤坂、天宮、飯田。いつもこの順だな。いやそうか、あいうえお順か。じゃあ三橋くんって結構最後では最後ではってすごいイントネーションだったな。三橋くん最後の方では、うん、やりました。白羽先輩、新庄先輩、あら、いい結果でしたか？どうだった？数学と物理以外で80点取れました。すごい、80点取れたのはすごいね。でも数学と物理はちょっと悪かったのかな。やったじゃない。だいぶ成績が上がりましたね。これなら理事長からも文句は言われないはずです。僕は人間なので理事長の例のルールは関係ないですけど、さすがに赤点は回避しなきゃいけないですもんね。ま、成績はいいに越したことはないんじゃない。それくらい高ければ文句も言えないでしょ。ま、はじめくんは元からそんなに成績が悪くないから赤点はないと思いますが、問題は…やったぞー、白羽、新庄。うわ、めっちゃ笑顔。あら、どうでしたか？聞いて驚け。全教科赤点から5点も離れておる。5点しか離れてないのね。いや、十分すごいよ。十分すごい。キャーン赤点全回避。やりましたね。うん。この前の勉強会合宿が実を結んだの。おお、勉強会したんだね。よかったよかった。このまま成績をキープできればちゃんと皆さん卒業できそうですね。そうね。まあ私は勉強に関しては心配なかったし、問題なく卒業できていただろうけど。嘘つき、この部活がなかったらわからんかったじゃろう。そうですね、私も成績は問題なかったですが、生徒会として多めには見ているが部活に入れと理事長からしつこく言われていましたからね。部活に入ること、テストで赤点を取らないこと、自分の種族を明かさないことでしたっけ。そうよ。まあ今にして思えばそんなに難しい条件じゃないわね。あくまで人間社会での生活の試験という目的で決められたルールですからね。まあ理事長はそれすらも困難だと思っていた時期もあったみたいですが。否定できんな。4月にこの部活が結成できなかったら俺は成績も部活も相当危なかったしな。でももう大丈夫です。このまま卒業できたら。できたら、そうね。ああそうじゃな。ん？私たちもうすぐ進路相談があって。エアコンの風当たるところにいると喉カピカピになんな。そうじゃな。卒業したらか。ああまだまだ先のことなのにそんなに油断しちゃって甘いですよ。甘いついでに例のたい焼き食べに行きたいな。鬼塚くん、はじめくん、勉強教えてもらった報酬ぜひ払っていただきたいです。お、いいぞ。感謝の気持ちを美味しい飯で払うということは嫌いではない。そうですね。無事にテストも終わりましたし。そうね、疲れた頭は甘いものが恋しくなるっていうし。ではでは、レッツたい焼き。おう。おう。
微笑ましいな。ほのぼのするわ。はあ、なんて罪作りな食べ物。この世の幸せを全部詰め込んだ感じがします。鬼塚先輩、端からものすごい出てます。端じゃない、これ横じゃん。おお、めっちゃ出た。へったくそね。こういうのはちゃんと頭を使って食べないと。そんなに賢そうな食べ物には見えんのじゃが。たい焼きとかパフェとかは綺麗に食べるには計画性が大事なんですよ。計画性な。お、そういえば今回はお前たちのテストの成績対決はどうだったんじゃ。あ、鬼塚先輩、聞かないようにしていたのに。実は勝ちもしなかったけど負けもしなかったわ。お、実は同率学年1位です。今回こそはいけたと思ったのに。それはすごい。俺たちの部活から学年1位が2人出ているというのはなかなかに鼻が高いな。おっしゃる通りです。まあ本当の幸せは成績ばかりで決まることではないですけどね。あら、でも成績なんていいに越したことはないんじゃない。もちろんその通りです。成績は努力を数値化したものと言っても過言ではないですし、学生時代の努力の分だけ将来が豊かになることは間違いないです。うー、耳が痛い。なんだか最近将来のことが話題になるな。先輩たち進路相談もあったみたいだし、卒業後のことを真剣に考えているんだ。そういえば俺は今日は行きたいところがあるんじゃった。あ、私も本屋さんに行きたくて。あら、じゃあ今日はいい時間ですし、今日はここで解散にしますか。うん、また明日部室で落ち合うか。そうですね。はじめくんもそれでいいですか。はい。一緒に帰ったら将来のことが少し聞けるかも。誰かと一緒に帰ってみようか。誰と一緒に帰る？どうしよう。どうしよう。え、全員から聞きたいんだけど、一人しか聞けないの？鬼塚先輩、新庄先輩、白羽先輩。いや、ある意味ね、一番気になるのはね、白羽先輩なんだよね。なんだろう、なんか頭が良いがゆえにどこに行くのかとか全然なんか想像がつかないから、普通に大学に行くのかな。じゃあちょっと白羽先輩と帰ってみようか。白羽先輩、一緒に帰ってもいいですか。あら、いいですよ。よし、じゃあ今日はこの辺で。うん、また明日。じゃあね。うん、あ、綺麗な夕暮れ、うん、さて、はじめくん。はい。私に聞きたいことでもあるんじゃないですか。すごいな。どうして一緒に帰ろうって声かけてくれたんです。実は白羽先輩、卒業した後ってどうするのかなって。あら、進路についてなんですね。そうですね。私はきっと鬼塚くんや新庄さんとは違った将来になるというか。違った将来？ええ、お二人とも無事に卒業できたら人間社会に出る許可を得られるので、おそらく就職したり大学への進学を考えたりすると思うんですが、私はそういう感じではなくて、一度本来の仕事に戻ってみようかと思うんです。本来のっていうと、店主に戻るっていうことですか。はい、その通りです。どうしてですか。せっかく高校生として生活できているのに。まあ
私は本来高校生って年齢でもないですけど、そもそも私はこの学校には種族の監視のために在籍しているにすぎません。さすがに何年も生徒会長をやるわけにもいきませんし。そうなんですか。寂しいですか？はい。そうですか。え？だって天使に戻るってことはもう会えなくなるってことですよね。そういえばそうですね。やっぱり少なくともはじめくんたちが生きているこの世界での仕事はないと思いますので。でもなんで天使になったら会えないって思うんですか？だって天使は目に見えないじゃないですか。はじめくんはたまに物事の核心をつく時がありますね。確かに本来の仕事に戻ったら、私は人間はもちろん生きているものから見えない存在に戻ります。天使が見えちゃったら人間はすぐ努力することを忘れて神様にすがろうとしちゃいますからね。白羽先輩は寂しくないんですか？え？私ですか？私は慣れていますから。え？残酷な物言いかもしれませんが、私たちには寿命が存在しません。だからお別れは当たり前で、変わっていくことも当たり前ですから、寂しいと感じることはありません。卒業したら望むこともありませんし、変わりたいとも思いません。命に限りがある人間には少し難しいかもしれませんが。そうですか。なんて昔の私なら言っていたのかな。え？世界ってこんなにも綺麗で、こんなにも残酷なんですね。今までお兄様やお姉様たちが言っていた、命があるものに深く肩入れしてはいけないよって言葉の意味が分かっちゃった気がします。命を扱う私たちは他人の人生に必要以上に深く肩入れして、その運命を変えてはいけないんです。私は今その制約をとても歯がゆく感じます。だって大好きな人たちに幸せになってほしい、そのために何かできることをしてあげたいって思うのは当たり前でしょ？はい。鬼塚先輩にも新庄先輩にも、もちろん白羽先輩にも、嬉しい気持ちとか幸せな気持ちになってもらいたいって僕も思っています。でも私にはそれが許されない。天使だからですか？はい、天使だからです。でも今あなたは白羽祈りですよね？ええ、はい。ならその名前があるうちは天使じゃなくて、学園に通う高校3年生として生きている今は、誰かの幸せを応援したり願ったりすることは悪いことじゃないはずです。本当に天使の仕事をしているときはダメかもしれませんけど、今はもう僕たちは友達なんですから。一緒にたい焼きを食べたり、海で遊んだり、勉強会したり、精一杯白羽祈りとして生きることを頑張ってもいいと思います。生きることを頑張る、頑張るっていうか楽しむっていうか、
天使の制約がどんな内容なのかは分かりませんけど、今しかできないことを精一杯頑張るってことは生きることだと思います。きっと神様は命を大切にしなさいって言ってくれる人なら、精一杯生きること悪いことだとは思わないはずです。全然自信も根拠もないんですけど、何かができないなら諦めるんじゃなくて、できないからこそ今できる精一杯を頑張ろうって僕はいつも思っています。まったく、天使に説教だなんて、本当にあなたは怖いもの知らずですね。すみません。そして本来なら導く立場であるはずの私が、こんなにも当たり前でこんなにも大切なことに気づかされるなんて、まだまだ未熟です。うん、確かに天使が生きることや頑張ることをないがしろにしてたら、生きている者たちに示しがつきませんね。なるほどなるほど、なんだかすっきりしました。確かにそうですね。白羽祈りとしてですか。白羽先輩？いいえ、何でもありません。卒業後は天使に戻ろうかと思っていましたが、もう少しこの体を使って人間の世界を勉強したい、白羽祈りとしてもう少し生きてみたいってお父様に伝えてみます。もちろん受理されるかは分かりません。でも自分の気持ちとしてお父様に打ち明けてみたい、もっともっとあなたたちと過ごしてみたいって思えたから。だから覚悟しておいてくださいよ、はじめくん。もっともっと楽しいことをしたり、おいしいもの食べに行ったりするんですからね。はい、もちろん。一緒にたくさん思い出を作りましょう。おお、いい返事です。じゃあ早速バッティングセンターに行きましょう。またですか？いやー、今日はレディースデーで、行くといろんな景品もらえるんですよ。僕、バッティングはどうにも苦手です。お、弱気はいけませんよ。何事も始めてすぐにはできないものです。できないからこそ、今できる精一杯を頑張ろう。いい言葉ですね。本当に、いい言葉です。ありがとう、はじめくん。あら、いいね。素敵な一枚絵だね。